司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。後見人、成年後見人にがついている成年非後見人の方が贈与することできますかという質問があったら、成年非後見人の方は、その生前贈与をすることが基本的にはもうできないということになってます。結局生前贈与する意思っていうのがこう出せないとか判断能力がない状態で贈与するということはできないので、今まで例えば孫にお年玉をあげてたとかお小遣いをあげてたとかっていうことが基本的にはできなくなります。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。